おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青紫ラッキーナンバーは2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。ビッグカンファーツリータロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。カップの9の逆位置が出ました。欲望に支配され判断を誤る。成功を手に入れることには変わりありません。ですが心が満たされず、空回りしていく様子を表します。願望や期待が崩れ去ることを暗示します。可能性の扉が閉ざされてしまったような絶望を感じるかもしれませんが、この時期の終わりには、思いがけない愛によって救いがもたらされます。先行きの見えない不安に苛まれたり、失いたくない思いから相手に固執して、泥沼にはまるかもしれません。自分のものになると思ったことは、あなた様の手をすり抜け、遠い存在となってしまうかもしれません。追い求めていたものとは違うものにエネルギーを傾けることで、状況は好転するでしょう。粉々に散った夢、悪夢に変わることを表しています。あなた様は目標を達成するためにかなり苦しんでいます。自信を欠いているか、自尊心が欠如していることを示すこともできます。傲慢な態度や自慢げな態度などの感情的な成熟の欠如を意味します。信頼度と満足度が急落してしまい関係が悪化していく可能性があります。過食症などの摂食障害になったり、精神的な問題に苦しむ可能性も示しています。問題を克服するために専門の医療援助や、カウンセリングを受けてください。カップの9の逆位置の意味は歪んだ愛情、体だけの関係、未熟、傲慢、利害第一の経営、負債や借金を抱える、中毒、上から目線の発言、嫌気がさす関係、自分勝手。2枚目めくっていきます。カップの8の逆位置が出ました。同じテーマに再挑戦する。目標の再設定や新たな展開によって、人生が開けたり、喜びを手にする暗示です。腐れ縁を断ち切り、下降生産、人生を変えようとする意識が高まります。人間関係や環境の変化により、新しい関係が生まれたり、悩みが解消されるでしょう。諦めていたことが実現するなど、幸福な出来事が待っているかもしれません。停滞を示します。今の状況の多くを受け入れるか、異なる道へ進むことを恐れているか、この場所を離れた後のことついて心配しています。今の悪い状況に満足していなくても動き出せずに同じ場所に留まっているかもしれません。あなた様が前進するためには人生の中の特定の人々や状況を手放す必要がありますが、あなた様は手放すことを恐れています。
現在の状況から去る兆候でもあります。違う道に進めずにいるのは周りの環境が悪いからではなく、あなた様が変化を恐れているからです。感情的な成熟の欠如を示し、自尊心の低さ、自己評価の低さの指標となることもあります。心を強く保つ必要があります。いろいろなものに心が揺れ動き、葛藤が生じてしまいチャンスを逃すこともあります。新たなゴールを見つけ、再び挑戦を始めてください。過去から貴重な経験を得て、前向きに歩み始めるようになります。カップの8の逆位置の意味は停滞、単調さ、多くを受け入れる、しがみつく。相手の魅力を再認識する、再チャンス、話に応じてもらえる、良い運気が戻ってくる。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。